はい、それでは渋谷匠です。本日もよろしくお願いします。今日はですね、大学生のお悩み相談に答えてみたというような形で動画進めさせていただきたいというふうに思います。事前に、大学生の皆さんに、いろんなお悩み相談していただいて、その中からですね、本日はいくつか抜粋してこの質問にご回答させていただきたいなというふうに思います。まず最初に、就活生ですが、行きたい企業もやりたいことがありません。どうすればいいですか？行きたい企業とかやりたい企業もない、 やりたいこともない、これ結構大半の方これぶつかるんじゃないんですかね。別に やりたかったかつやりたくなかったし、この解体工事っていう仕事に関しては、行きたい企業とかやりたいことどちらもですね、これって手法なんですよね。で、何の手法なのって言ったら、あなたの人生を完遂するための手法なんですよ。これ決して行きたい企業に就職することがゴールでもなく、やりたいことをやるのがゴールでもなく、その人生、皆さん一人に一つしかない人生をどのような形で完遂させるかっていう、まずイメージを立てていただいて、それをするためにはどんなことをするのがいいのかな、手法を考えるっていう感覚で、このやりたいこととか行きたい企業を考えてみるといいかもしれないですね。人生をね、どういった形で完成させるのかというのを考えるときに、人にいい影響を与えられる人になりたいなって思うんですね。そんな人たちになんかこういっぱい最後お葬式の日参列に並んでほしいなって、そんな方たちからか、なんかそんな人たちからのお花で満たされたいなと思うんです。なんか著名な政治家とか大社長とかからお花をもらうんじゃなくて、なんかそういうこう自分に感銘を受けた人たち、自分のおかげでこう人生が良くなったみたいな人たちからいっぱいお花をもらいたいなとかっていう風に考えるようになったんですね。だからこうやってこう自分の最後の日っていう、最終のステージっていうのを鮮明にイメージするっていう手法を僕は使っています。それが自分の人生の、最終地点なので、じゃあ今自分は何したらいいのかなっていうのを考えるんですね。仕事は解体工事っていう仕事かもしれないですけど、別にこの手法に僕こだわってないんですよ。だからやりたいこと、やりたいこととか、行きたい企業とかないなんていうのはすごい手前の手前の手前の方の話であって、自分の人生を完遂するためにはどういったことをする、どういったことをしなければいけないのかっていう一手法の中で捉えていただくようにしていただければいいのかなっていうふうに思います。なので、行きたい企業とかやりたいことないことにあまりコンプレックスを感じないでいただいて、自分がですね、まあ本当悩んだら自分が笑えるところはどこかなでいいと思います。その中で決してこれで終わるわけじゃないので、行きたい企業に行ってそれで終わるわけでもないですし、その間ちょっと気持ち楽になるじゃないですか。その中でこうどっちの方が自分が笑えるかなでいいのかなと思います。少し気楽に考えてみていただけるといいのかなというふうに思います。続きまして、将来起業したいんですが何から始めればいいですか。じゃあ、ズバリ言いましょう。まずは自分が今できること、何でもいいです。自分が商売としてできることは何なのかちょっと考えてみてください。何でもいいですよ。そしてここが大事です。名刺を作ってみてください。一つこれちょっとぜひ騙されると思ってやってほしいんですけども、ここがまず一番最初にやることだと思います。で、そこで最初は自分が別にやりたかったことじゃないかもしれないけども、ここをだんだんブラッシュアップしていくんですよ。そうすると経営者としての意識がもう必然的に生まれて、その名刺を配ろうっていう風になってきますから。で、その中でだんだんチャンスに巡り合うんですよ。第一歩はそこから。で、だんだん自分のやりたいことに向けてってください。続いての質問なんですけれども、自分には学歴も得意なこともありません。どうしたらお金を稼ぐようになりますか？まずお金を稼ぐっていうところにもう一回ちょっとここ因数分解するんですけども、お金を突発的に一回ドンとかと言いたいのか、持続的に生涯年収を高めたいのか、これでも全然違うんですね。で、前者、もう一発でドンと儲けたい、これはあんまり考えない方がいいかなと思います。何かっていうと、一回じゃあ例えば100万円ボンって手にしてそれを持続することを考えないで一発単発儲けようって考え方だと、その100万円しか稼げなくて結局じゃあ1年間100万円しか稼げなかったってことよくあるんですよ。じゃなくてやっぱりこう持続的にどれくらい稼ぐかっていうところからちゃんと考えてもらいたいなというふうに思います。なので後者ですね、持続的にお金を稼ぐ、これがお金を稼ぐようになるという言葉だとまず定義して話させてもらうと、まずあなたにしかないカードって必ずあるんですよ。その中によくよく見ればマネーポイントがあるんですよね。
どうマネーポイントに変えるか、これは考えてみてください。どうすればいいのか、これは答えを僕に求めちゃいけません。絶対自分で見つけなければいけない。あなたが持ってるカードをちょっと出してもらって、経験っていうカードを出してもらって、それをちょっとなんかこう客観的に見てください。あ、なんかこれもビジネスになりそうっていう観点が必ず見つかってくるのかなというふうに思います。なのでそれをまずは見つけること、でそこからどうしたら持続的に、それが、行えるのかっていうところですね。持続的に行うためにやっぱり必要価値、必要意義っていうのがすごい大事になってくるので、その自分が考えた商売っていうのがどれだけの人にとって必要なのか、これを考えてみてください。この2点ですかね。そうすればきっとあなたはお金持ちになれます。はい、それでは本日も最後まで見ていただいてありがとうございました。いいなと思った方はぜひですね、高評価、またチャンネル登録の方もよろしくお願いします。著書の方も、発売しておりますので、こちらもぜひ気になった方、ご覧になってください。本日もお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。